リュステル到着、はい、朝早い9時半です。今日は問題なく移動できてますね。問題なく4分遅れだ、ね、4分遅れで4分なんて遅れてないヨーロッパではね。それではまず荷物預け探し、カバン、さっきのとこだったら家近いけど、ちょっともうちょい調べてから。いきなりちょっと時間を食っちゃいました。鉄道10分これだ。ということで、はい、チェックインが結局アーリーチェックインできないと、うん、さっき連絡があったので急遽カバンを預けました。怪しいお店、こういうカバンを預けるサービスもあるのでちょっと怪しいけど、うん、妻はだいぶ不安のようです。まあ優しかったし。そうだよ、優しいし、彼らだって仕事ですから。怪しい仕事だし、アプリ内の評価がありますから。世界中で使われているバゲージサービスアプリですか。お腹すいたね。じゃあメゾンダンドアまでちょっと目指しながら街を見てみましょうか。上にもう見えるもんね、うん、大聖堂とかじゃないよ。なんだろう、ブルセル市庁舎。ああ、まあ出た市庁舎。市庁舎をかっこよくしすぎだよヨーロッパは。この右が市庁舎。なんじゃありゃ、すごいかっこいい何かだよ。史跡、かっこいい。これがかの有名な最も美しい広場と、誰だっけ、シェイクスピアが言ったんだっけ。そうなんだ。うん、誰かが言った。何広場だろう。グランプラス。グランプラス広場。確かに美しいというよりかやっぱ周りの建物がやっぱりね。すごいもん。あ、こっち？ん？あ、やっぱこれ。これ視聴者。でっけー視聴者。かっこいい。あ、これスタバ？赤緑スタバがこんなとこによく通しましたね、ベルギー国を。これ家なん？こんな大ごなのに。すげー。はあ。なんか迫力がすごいね。360度も建物に囲まれて、工業、ドイツは、ドイツは。そうだよね。芸術って感じだね。なんでこう色合いとかの渋さと男性らしさを感じるというか。ベルギーが。うん、なんかかっこいいだよね。かわいいにはならないね。どう、なぜか。街並みを見ても。かわいい街じゃなくてなんかかっこいい街って感じ。もうこのプラスの真横にあったんだ。おー、かわいい。うわ、ほんとだ。食べたい。うわ、やばい、これかわいい。おいしそう、買って食べよう。フレンチフライ。Thank you.
かい。何だっけ、スペレス。アメリカのでいいよ。分かんなくなっちゃって。いいよいいよ。すごい大変だった。え、大変だったの？なんで？アイスクリームって言ってさ、ああこれね、味がいいって言うからさ、バニラがいいって言ってたんだけどさ、うん、アイスクリームは乗ってなかったからさ、うん、え、あなたアイスクリーム何が味がいいって言ったよねって聞いたよね、なんで乗ってないのって言ってたから、うん、これにはアイスクリームついてないから、うん、さっきあんた聞いたやろと、聞いたやろと、しょうがねえなって乗っけてくれ てくれたそりゃそうだよなだってあんたアイスを乗っけろって言っても味も聞いたんだから、え、じゃあこれは特別ってこと、あなたしかこれは、俺だって今見て欲しいなって思ったの、思った、あげるよ、いいですか皆さん、普通はアイスは乗っかりませんよこのセットには乗っからない食べ、うん、いいよいいよ、めっちゃうまそうじゃん、美味しそう、やばい、やばい、いただきます、やばい、いろんな意味でやばい、素敵だね、あら素敵、いやー、なかなか買いましたな、よかったね、よかったな、お皿と青いお皿と黄色いお皿と、お、さあ、ちょっと遅刻かい、遅刻だ、こう通るってこと、そのターン、おーすごい、あ、すごいすごい、すごいことなんだ、これを通り、左に曲がってすぐ、かっこいいね、かっこいいね、ちょっと後で飛ぼう、今は急ごう、はい、あとでさ、うんうん、お土産、お土産にチョコ買いたいの、あるね、チョコとか、ルパンコテリアンは日本にもある、そうなの、さすが知ってますな、はははは、ストリート、え、かわいい、道がいいね、人の名前わかる、あった、これ、おお、これそこ、はい、五十ジマペルオノデラ、中尾メッシ、Thank you for moving. No, no, it's okay. It's okay. No problem. Arigato. Ah, no, no. No problem. It's okay. Oishō da ne. Oishō. Ya, tabetai. Kore mo saikō. Tabeyō. ちょっと食べ方があります、これ食べ方ある、はい、ちょっと教わろうか、まず、うん、普通に1個取るでしょ、1個取る、もう今取れちゃったけど、あー、白すする、あ、違う、
この殻を使ってこうやって入ってるのを開けます。いいですか、はい、開けました。でこれを使って取ります。挟んで、うわ現地民大切現地民だね。これが食べ方です。美味しそう。ちょっとムール行きたいな。食べよう食べよう食べよう。まずこの辺にある身食べたら。身食べてみます。フルバイ。デリシャス。最高、うん、こんないっぱいのムール貝食べていいんですか。いいんですよ。あーうまい。あーうまい。美味しいね。やば、これで食べるのがなんか良くない？いや、いいよね。いいよね。もしかしたらこういう高級店ではやっちゃいけないのかもしれないけど。高級店ですか。いや、どうなんだろう。よし、じゃあ行ってみよう。ねえ、なんなんだろう。アナゴみたいな感じ。美味しい。美味しい。おいしい。繊細な味。あ、そうなんだ。こんな豪快な色してて。これはうまい。ハーブ感じる？ハーブ感じますね。魚は何かというと白身魚なんかですけど、分かりませんか？おいしい。毎日食べてた。毎日食べてた。何の時？夕方。ニース行ってた。ニースでもムール貝そうなの、うん、これよりもう一回りぐらいちっちゃいけど、このバケツ1杯1000円ぐらいなの。最高だよね。食べ放題ムール最高。最高だよね。これはセロリと一緒に蒸してる。セロリと白ワインと一緒に蒸してる。これがでも一番スタンダードだよね。このセロリ美味しいね。美味しい。これこのムールの味が染みて、ブリュッセルやばし。やばしだね。最高。もう10年ぐらい10年ぐらい食べたかったムール貝。食べたかったムール貝やっと食べれましたか。この大きさで完食ですよ。いやもうすごいバケツだもんこれ。すごいよね。腹いっぱいだよ。お腹いっぱい。あー超幸せ。でも最高。